宮古島市です。今日未明に台風2号の暴風域に入った宮古島では、夜通し非常に強い風が吹き荒れました。私は今、雨と風がしのげる場所で中継しています。雨は少し落ち着いた様子を見せていますが、先ほどまで通りの車に強い雨が打ち付けていました。時折、非常に強い風が吹き、体勢を保たないと飛ばされてしまいそうになる瞬間もあります。 暴風警報の発表に伴って昨夜8時半には宮古島と隣の伊良部島を結ぶ橋が閉鎖されました宮古島では午前3時に最大瞬間風速27.7メートルを記録今日朝までの24時間雨量は50ミリに達しています市街地では折れた街路樹の枝が道路に散乱し24時間営業のコンビニも休業していて歩く人の姿はほとんどありません 台風2号はこの後も北上を続け、明日にかけて勢力を維持したまま、沖縄本島に最も近づく見込みです。強い風や雨のほか、海岸線付近では高潮にも警戒してください。